皆さんどうも、献身ドイヒーです。強そうだな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きなことです。そう、アップでアップでアップでアップデートがやってきた。新しいステージ来たよ。早速これをやっていこうと見せかけて、来年やろうかな。どんだけ先なんだよ、今すぐやりなさいよ。というわけで今すぐやっていこう。メンバーはどうしようかな。じゃあどんな敵が来てもなんとかなりそうなメンバーで行ってみよう。このメンバーなら余裕のよっちゃん、89歳、よっちゃんと勝利。それじゃああっさり勝っていきますか。まだどうなるかわからないでしょう。確かにブラックマ戦隊出てくるかもしれないもんね。さすがにそれはないと思うけど。どんな敵が出てくるかな。ここは丸焦げステージか。焦げ焦げ対策してないけども、まあ鬼にゃんまとか出しときゃなんとかなるだろう。いけるかな。結局鬼にゃんま出しときゃ全てのステージ勝てるからね。そんなことはないけどな。さっきから次へと倒していけ。あれ押されちゃってる。もしかしてラッパ野郎にやられちゃう。そんなの勘弁、大弁、関西弁とやった。あっさりやられちゃった。これきついな。なんとかお金を貯まってくれてるから仮面じじい行ってみようか。仮面じじいで次から次へと倒しようよ。もうレッパ祭りフェスティバル。祭りとフェスティバルは一緒の意味だけどね。押し返してる。だったら最初から仮面じじいにしときゃよかったか。さあ頑張って倒してけ。こいつら倒せばもうクリアでしょ。絶対こんなんじゃ終わらないから。ラッコ野郎に厳しいけども鬼ヤンマも出しちゃったよ。さあ鬼ヤンマやられてけ。やられちゃダメなんだけどな。もうなんとかなりそうだけど、あとは塔を攻撃して何が出てくるかだよね。まあ炎さえ出しちゃえばそんな奴らも倒せちゃうでしょう。おーなんか見たことないの出てきたんだけど、髪の毛ボサボサなんだけど、寝癖太郎が出てきたんだけど。まあただのエイリアンだったら炎でなんとかなるんじゃないのと思ったけど、イルカ野郎が邪魔くさり炎が攻撃されちゃってる。せっかくの遠距離攻撃が無駄になってるじゃないか。さらにはレッパーも返してくるのかよ。仮面じじい出し損でピンチピンチ取り越してパンチパンチパンチってパンチって言ってる場合じゃないから。自分でボケて自分で突っ込んでじゃないよ。みんな一緒にしていなくなっちゃったよ。鬼にゃんま一人でどうにかなるのかな。ワップもさせられてる。炎もワップさせられてたんだ。これはしんどいステージだな。もう一気に塔攻撃されちゃってるよ。これはもう厳しいね。やめてくれ、これ以上攻撃すんのやめてくれ、勝ちたいんだよ。さすがにこれはもう無理でしょう。一気にやられちゃってオジピチパー。強かったね。まあ対策すればどうにかなるでしょう。焦げ焦げ対策、あとはエイリアン対策。これでリベンジオレンジマジマンジ。まずは焦げ焦げ野郎の動きを止めて、時間をかけながらお金を貯めていく。ピカチュウ出して、あとは炎も出して行ってみよう。だけど炎はイルカ娘に弱いんじゃないの。そこはもうなんか強引になんとかするから。そんなんで大丈夫なのかよ。鬼ヤンマも出して速攻でイルカ野郎を倒してもらおうよ。全員でゴリ押しゴリ押しゴリ押しどし。だけど肝心の鬼ヤンマがワップしちゃってるけどね。ワップ対策忘れてた。こんなんで大丈夫かな。大丈夫。ブーのすけ細い。ブーのすけって誰。代わりに真田がグイグイ押していく。真田もやられちゃった。しかしコケコケ軍団今はいない。チャンスチャンスチャンス、イルカ野郎倒すチャンス。ワープのおかげで鬼ヤンマも2体だ。この2体でイルカ野郎を倒しよう。またワープしちゃってるけどね。あれさらにはフォノもまたやられちゃってる。地獄ゴク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 急にうめぇ。ラグでお茶抜けてる状況じゃないけどな。誰もいなくなっちゃって相当厳しくなってきたか。
ワープ鬼にゃんまが駆けつけるとか言ってる間にいつの間にかイルカイム2体になってる。これやばいじゃないの。真田も出してイルカ野郎をみんなで全力で倒していくんだ。あれこっちが全力でやられちゃってんだけど、これはやばいやばいやばすぎる。強いやつ出せれる状況じゃないし、あっちはラッコ野郎まで来てるし、どうしたらいいの。ワープ鬼にゃんまが駆けつけてくれた。どんどん敵倒して、お願い。イルカ娘は一体倒せたかな。10万ボルトピカチュウも出して一気に倒してくれること願うしかないな。だけど急がないとイルカ娘にとは攻撃されちゃってるよ。貴重だな遠距離攻撃なんて。急げ急げ急げ、急いで早くイルカ野郎を倒すんだ。っていうかどんどん敵来ちゃってる。ラッコ野郎も大変わり来ちゃってる。このおかわりの量には大食いファイターもびっくり仰天。テストは0点ツルツル食べれるところ点。真田も出してみたけれどもなかなかイルカが倒せない。塔の体力もあとちょっとだ。まだイルカ野郎はやられないのかよ。無敵なのかこいつは。無敵なのか。ワープ鬼にゃま急げ急げ急がないとやられちゃうぞ。早くイルカ倒してお願いします。あと3発で終わりだぞ。イルカなんとか倒せた。よかった。あ、よかったじゃないよ。まだ追い込まれてる。炎なんとかしてくれ。倒せた。ネクスト野郎倒せたぞ。絶対負けると思ったからよかった。アートはアートを壊してクリア。楽勝のショッショのショー。どこが楽勝だったんだよ。ギリギリだったのに。それじゃあ次のステージ、もうこのメンバーで勝てんじゃないのかな。そんな適当でいけるわけないでしょう。あっちは呪いかけてくるとか。だけど呪いなんて鬼にゃんまとか気になんないもんね。だから勝ち確定でありがとうございます。まだどうなるかわからないでしょう。確かに単体攻撃の鬼にゃんまにはこの量の敵はきついか。だったら負け確定ありがとうございます。どっちなんだよ。まあ、ぶっちゃけて言っちゃうと炎が遠距離攻撃で次々倒してくれるだろうから勝ち確定ありがとうございます。弱い敵がうじゃうじゃかと思ったけども、カンガルー野郎とかも出てくるのか。カンガルー野郎もあっさり終わり。鬼山の攻撃力アップは強いね。強すぎ強ポン一切パン強ポンベイビー。お布団製造機も出てきたか。まあとんでもなく強すぎるってやつは出てきてないね。エイリアンホーネム機だしも10万ボールとピカチュウが動き止めてくれるもんね。ラッキークッキーおいしいし、さらには炎も到着だ。ミニ下半身ちっちゃも出てきたけども、これはもう大丈夫でしょう。まだまだ油断はできないでしょう。油断厳禁金持ちヒカキン、お腹で増えるよ乳酸菌。気がつきゃどんどん敵が溜まっちゃってる。息すごいことになってきたな。急いで急いで急いで敵倒してよ。まさかこんないろんなやついろいろと出てくるなんての。子供もやられるちゃいそうだ。頼むからやられずに踏ん張ってくれ。ついでにうんちも踏ん張れ。うんち漏らしたら負けだから。勢い全然止まらないな。炎までやられちゃった。これきつすぎるって。真田と鬼山までどうにかなりませんか。さすがに無理か、無理すぎるか。どんどん勢い増していく。炎のおかわり出せたりしたらなんとかなりそうなのに、まだまだか。それまで耐えれるのか、みんなで耐えれるのか。相手はどんどん増えてってるからね、勢い取れるの無理じゃないの。想像以上に難しかった。一気にやられまくっちゃって、あちびちばーん。もうメンバー入れ替えだ。とっとこ野郎を連れて行こう。さらにはガオとかみんなに強いやつ、仮面ジジイも連れてっちゃおう。これでリベンジオレンジマジマジ。次は勝てるといいけどね。しっかりと対策はしたんだからいけるでしょう。まあ、今回高いやつばっかりになったからしっかりとお金を貯めていかないとね。だって世の中金だ金だ金だ。子供の発言とは思えない。古い
リス野郎が厄介だからな。鬼ニャンマは出してこなきゃダメか。まあ、それに鬼ニャンマはさっきカンガルー野郎を一気に倒してくれたからね。次もちょちょちょっと倒しちゃってくださいよ。そうしてもっともっとお金を貯めていこう。ガオとボーノさえ揃っちゃえばもうされないと思うんだよね。そこまでお金を貯めるのが大変そうだけどね。まあカンガルーとか強いやつ倒せば一気にお金貯まると思うんだよな。はい、カンガルー倒してお金タップタップ。タップタップだからタプタプしたお金なんて言うでしょう。ガオは出せたからあとはフォノだね。骨むき出しを倒しちゃえばお金は一気にとんでもないことになりそうだぞ。みんなでガンガンゴリシゴリシゴリロシロシ。だけどそう簡単にはやられてくれないよね。オニニャンマの怒りの一撃でもダメですか。じゃあお先に仮面ジジイを出しといちゃおうかな。もうすぐフォノは出せるようになると思うからさ。今の時点で全然押されてなくて大丈夫そうだね。当たり前だなブラックマン。ここ最近ニャンコ大戦争で負けたことないからね。さっき負けてたばっかりだったけどな。あっさり炎を出せると思ってたけど意外と時間かかっちゃったよ。さあここで炎だ。ガオと炎で勝ち確定ありがとうございます。はい、速攻で敵を倒しちゃおうよ。こうなっちゃったらもう大丈夫そうだよね。そうなのよ、敵ももうさ戦いたくねえよ行きたくねえよって言ってるからね。だけど敵がどんどん溜まってきて困ったもんだ。これ以上溜まるとちょっとやばいかもしれない。ああ、ガオまでやられちゃってる。結局負けんの、結局負けんの、それだけは嫌なんだけど。すごい勢いで押され出しちゃってるね。もうお願いだから負けてちょうだいよ。だけど倒しちゃえば押されなくなってくるからね。でも一生おかわり来るパターンっぽいから頑張って押し返していかないとね。確かに怪我にタラバガにチョキチョキ押し返すって相当大変だな。こっちもキャラが溜まってればどうにかなりそうなんだけどさ。ガオとかもやられちゃってるからさと思ってたけど急に一気に倒し出してる。誰もいなくなった。このままトーダーと壊しちゃえ。お布団製造機を倒しちゃってあとはトーダーとトー壊したらもうクリア。楽勝のシュシュのショー。全然楽勝ではないけどね。というわけで今日はこの辺で終わりだ。次回レジェンドステージ続きやっていこう。バイバイバイ。ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。